い、よろしくお願いします。ユニット7のゴールってことでね、ザ・グレート・バリア・リーフについてのお話です。 Do you know about the Great Barrier Reef? Do ますか、あなたは知ってますか、ますか、ますか、あなたは、ますか、あなたは知ってますか、 about についてを知ってますか、後ろ、グレート・バリア・リーフについてを知ってますか。The Great Barrier Reef is the largest coral reef system on Earth. The Great Barrier Reef ってのは is でですよ。ですよ。で、The と EST ついてっから、これおなじみの最上級ですね。最も、The と EST で最も、最もラージ、でかい。コーラルリーフシステム。コーラルでサンゴ、リーフでサンゴ礁になりまして。で、システムが形式体系。なんかサンゴ礁の体型って感じですかね。サンゴ礁の方式、形。グレートバリアリーフはですよ。最もでかいサンゴ礁の形式ですよ。領域の限定、オンアース。地球上でって感じですね。地球の上で。It is the only living thing visible from space. It, そいつはね、is でですよ。この座っていうのは EST がないから、別にこれは最上級じゃないんですけど、only っていうのがたった一つのもの。たった一つのって感じです。それはですよ。グレートバリアリーフっていうのはね、ですよ。たった一つの、たった一つのリビングシング、生き物、6の3でなんか生き物の世話をしなきゃいけないから大変とかあったよね。そいつはですよ。たった一つの生き物なんですよ。ビジブルフロムスペース。スペースで宇宙。で、フロムで宇宙から、宇宙出身違うね。宇宙から、ビジブルっていうのが可視、見える。ってやつなんです。だから宇宙から見えるたった一つの生き物って感じ。宇宙から見たら人間なんかとってもちっちゃくて見えませんけども、宇宙から見えるのがサンゴ礁。でっかいからね、宇宙からでも見えるんですよ。サンゴ礁でっかいから。そいつはですよ、たった一つの生き物ですよ。あ、ごめん。宇宙から見えるたった一つの生き物なんですよ。It is like a city under the sea. そいつは、ですよと好む一緒にいられないじゃんなんだけど、この like っていうのはように、ような、ぽいっていう風にもなりますんで、例えるときにちょいちょい使うんですね。そいつはですわ。ようなもんですわ。みたいですわ。シティ、アンダーザシー。アンダーザシー、海の下の街みたいです。例えですね。それはまるで海の下の海中の都市みたいです。このライクは見たいようなでいきます。About 1500 kinds of fish and small animals live there. 何は ?About 約1500の kinds of っていうので何とか種類のってなりますんで、魚 and 他の小さな生き物たち。ここまでが和ですね。1500種類の、約1500種類の魚やちっちゃい海の生き物たちは何なんリブ住んどるよ。どこに？そこに。サンゴ礁らへんにってことですよね。ドルフィンズ、シータートルズ、アンドホエールズ、スイム、ニアバイ。ドルフィン、イルカさん、シータートル、ウミガメさん、それからホエール、クジラさんたちは何なんスイム、泳いどるよ。ニアバイ、近くでみたいにね、なってます。近くで。The world's largest group of dugongs also lives around the reef. The world, 世界で一番でっかいグループ of dugongs, 世界で一番でっかいジュゴンのグループ also, もなんかするよ。動作を追加するとき、も住んでるよ。around the reef, そのサンゴ礁の周りに住んでるよ。こんなん住んでるよ。ジュゴンも住んでるよ、みたいにね。ドルフィン、タートル、ホエールたち住んでるよ。ジュゴンも住んでるよって感じですね。More than 2 million tourists come to see the Great Barrier Reef every year. 長いですけど、何は ?More than 2 million tourists。More than っていうのでね、以上になります。何々数字以上。こんな数字以上。2 million。2って2だよね。で、ミリオンっていうのはね、かける100万だと思ってください。だから2ミリオンっていうので 2×100 万の200万って感じ。モアザン。だから200万のツーリスト、観光客に S ついてます。200万人、モアザンだから以上ですね。200万人以上のツーリストたち、200万人以上の観光客さんたちは、カム、来るよ、トゥーシー。カムトゥー場所じゃなくて動詞来てっから、これはきっとためためことべきしてのやつですね。不定詞ですね。来てるよ。to see. 見るためにでしょうかね。to see. 見るために。グレートバリアリーフを見るために来てるよ。
エブリイヤー毎年グレートバリアリーフ見るために200万人以上の観光客が来てるんだって。ツーオブザモストポピュラーシングストゥードゥアスキューバダイビング&シュノーケリング。ツーオブザモストポピュラーシングストゥードゥ、ここまでが和です。長ツー2なんですね。ツーオブなんとかでなんとかの2つってなります。だからなんとかの2つ、なんのザモストポピュラーシング、最上級発見、最も一番人気なこと、 to do、 やるための、まあ、やるべき一番人気なこと、なんかサムシングトゥーイート、食べるための何か、あれの親戚ですね。最も人気なことの二つ、おっと、やるための、やるべき最も人気なことたちの中の二つは、だ最もだから一個しかないんじゃねえのって思うんだけど、トップクラスの二つってこと言ってんすよね。やるための最も人気なことの二つは、つまり人気のツートップはですよ、スキューバダイビングとシュノーケリングですよ。やっぱり海に潜ってね、魚とわちゃわちゃするのがいいのかもしれないですね。スルージーズアクティビティーズ、ツーリスキャンエンジョイゼアビジットトゥーザリーフ。スルージーズアクティビティーズ、スルー何々を通じて、何とかを通じて、ジーズアクティビティーズ、ジーズでこれらの、これらのアクティビティっていうのが、あの遊びというか活動というか、その土地ならではの活動、遊び、イベント、これらのアクティビティを通じて、これらの遊び、これらのアクティビティを通じてツーリスト、観光客たちはキャンエンジョイ、楽しむできるんだよ、彼らの訪れを、トゥーザリーフ、そのサンゴ礁、グレートバリアリーフへの訪れを、彼らの訪れを楽しむことができる。ビジットっていうのは訪れるにもなるんだけど、訪れとか訪問っていう意味にもなりますからね。あのヘルプが助けるにもなるし、救助にもなるように、訪れ、訪問にもなります。グレートバリアリーフへの彼らの訪れを楽しむできるんだよっていう風になってます。グレートバリアリーフの CM みたいな文でした。ユニット7でした。